この担保は買い戻せないでしょうね。この担保は買い戻せないでしょうね。こんにちは、ロビンさん。ここであなたに会えるとは思わなかったわ。ジェイドさん、こんにちは。調和セレモニーの開会式が貴重石号で行われることになったから、少し早めに来て準備をしていたの。あなたは、オーディさんとは話せた？ちょうど今から会いに行くところなの。ロビンさん、あなたは彼のことをよく知ってるかしら？残念ながら、私は会ったことがないの。ただ、オーク家の前当主から少しだけ評判を聞いたことがあるわ。オーディさんは素晴らしい商人だけれど、それ以外のところは何とも言えない人だって。じゃあ、あなたは宴の星の未来はどうなると思う？一度は止まった貴重石号が、再び出航するのと同じように、私は美しい夢が生まれ変わることを信じているわ。調和は新しい方向性を見つける必要がある。過去と決別しなければ、私たちは明日に向かって進めないもの。永遠の盟友も、永遠の敵もいない。この取引から、お互いに望むものを得られるよう願っているわ。私もあなたの歌を楽しみにしているわ。セレモニーで会えたらいいわね。ええ、ジェイドさん、また会いましょう。待たせたわね、オーディさん。話し合いを続けましょう。もう対策を練ったのですか、ジェイドさん。おや、トパーズさんは？トパーズには他の任務があるの。またすぐに会えるわ。今は話し合いを続けましょう。あなたと私の二人だけで。私の気のせいでしょうか。先ほどまでとは随分と雰囲気が違うようですが。後輩の前ではいい手本を見せないといけないもの。交渉の場で無遠慮な口を聞くのは良くないでしょ。今なら腹を割って話せるわ。オーディ、知ってるかしら、過去十古白期において宇宙史上の変遷を経験した商人はあなただけではないのよ。面白い。これは面白くなってきましたな。腹を割って話すですか。
いいでしょう。私は何でもオープンにするのが好きでしてね。次はどんな一手を打つおつもりなのか、ぜひとも聞かせていただきたい。残念だけど、私はチェックメイトしてから駒を動かす主義なの。結論から言いましょう。まず第一に、あなたの計画は実現できない。ピノコニーがカンパニーを介さずに上場するなんて絶対に不可能よ。第二に、あなたはカンパニーのピノコニーへの進出を止められない。私たちには時間と方法がいくらでもある。適切な突破口を見つけ、それを少しずつ広げて中を満たしていく。アスデナ星系は再びカンパニーの力を思い知ることになるでしょうね。あなたが言ったことそっくりそのまま返させてもらうわ。あなたのメンツを守るためにも、正式な会談で非難の的にならないようにするためにも、その絵空ごとのような計画は諦めた方がいい。面白い、実に面白い。猫をかぶったお嬢さん、よくそこまで大口を叩けますね。いいでしょう。そちらが一体どんな手札を持っているのか見せてもらおうではありませんか。オーディさん、忘れないで、カンパニーは宇宙で最も大きな宣伝メディアを持っているの。つまり全宇宙のニュースネットワークの半数以上は私たちの代弁者ということ。あなたがピノコニーの株式公開の情報を流した次の瞬間、数億人もの視聴者が次のニュースを受信することになるわ。ファミリーによるピノコニーの保護は無効となった。無境の中で事故が起こった場合、永久的な脳死状態に陥る可能性がある。全銀河がピノコニーに注目している時に、この一つのメッセージだけで24システム時間以内にルーサン兵を価値のないものにする。それを実行する方法がカンパニーにはいくつあると思う？本当にそんなことができるとでも？私の無知は長いから、ピアポイントにいたとしても簡単にあなたの首を絞められるわ。でもその愚かな上場計画を中止するなら、カンパニーもあなたを筆頭とする投手たちの利益を損なわないと約束する。私たちにもアスデナの盟友が必要なの。カンパニーはピノコニーの資金調達を援助することができる。まずは株式の 30% を買い取ることから始めさせてもらうわ。私たちの資金が入ればピノコニーの安定と再建は一夜にして成し遂げられるでしょう。 30%、 あなたたちが今以上に強欲にならないと誰が保証できるのです？こそが全てのポイントなのよね。答えは誰にも保証できない。全ては自覚と尊重次第。少なくとも取締役会は投手たちのメンツに多少は配慮するはずよ。オーディさん、あなたは賢い。わざわざこんな大掛かりなゲームをしようと考えたのは、自分のビジネスの手腕を見せつけることでファミリーの利益を少しでも多くしたかったからではないの？ほどほどにしておいた方がお互いのためだけれど、それでもまだ足りないと思うなら、それは大方宴の星の影響力をさらに拡大させ、より多くの客を呼び込んでお金を使わせるというピノコニー上場のもう一つの目的があるからでしょ。もちろんその要求にも対応できる解決策を用意しているわ。
いいでしょう。カンパニーの誠意は分かりました。ルーサン家の当主として拒む理由はありません。ただアイオーンを信仰する者として最後の答えをいただきたい。続けてちょうだい。私が子供だった頃、大人たちから古代琥珀器の話を聞きました。調和のシペは昇格し、秩序のエナは没したと。その昔、秩序とソンゴはとても近しい関係だった。カンパニーは琥珀の王の信徒でありながら、なぜ秩序の側に立たずファミリーとの協力を求めるのですか？その答えはあなたが思っているより単純かもしれないわ。信用ポイントよ。人々が何よりも愛する宇宙で唯一認められた恒常的価値を持つ通貨。カンパニーにはね、その価値が決して減少しないことを保証する力があるの。信用体系に新たな世界が加わるたびに、宇宙平和の事業は一歩ずつ前へと進む。そして外貨、資本、貿易といったものが全て統一された通貨体系に組み込まれる。そうして全ての星の発展は帳簿に記録され、明確なものとなり、あらゆる概念は定義され、評価され、交換され、流通する。その中心にあるものこそクリフォトの信用なの。そしてカンパニーは全てを操れるようになるということですか？私たちは永遠の孫悟を築きたいだけよ。あなたも理解できるでしょ。一つの宇宙に二つの秩序は必要ないと。結構結構、いやー参りました。それでは教えていただけますかな、その解決策とやらが何なのか。私たちの考えていることが同じかどうか確かめてみようではありませんか。それじゃあさっきの話を続けましょう。トパーズ、飴を案内して差し上げて。ご足労感謝するわ、姫子さん。オーディさん、こちらはピノコニーの未来の株主の一人、請求列車の姫子さんです。オーディ・アルファルファさん、お噂はかねがね。請求列車の代表としてお会いできて光栄だわ。はっはっは、やはりこちらの美しい女性が請求列車のナビゲーターでしたか。こちらこそお会いできて光栄です。提案の大まかな内容については皆さんすでに理解されていますよね。予定通りこの融資が終わったら、カンパニーはピノコニーの株式の 30% を保有しようと考えています。そしてそのうちの 5% を請求列車に譲渡した後、姫子さんを独立取締役として推薦します。これは今まで七死人たちが夢の地のために払った犠牲と貢献を称えるためのものと考えてください。まだ何も決まってないけれど、ここにいる皆さんが列車の開拓の道を認めてくれたのなら、これほど嬉しいことはないわね。七死人は名声や利益のために旅に出るわけじゃない。でもファミリーとカンパニーが望むのであれば、私たちも取締役としての責任を果たすつもりよ。乗員全員の評決を取って、請求列車はピノコニーの再建事業に協力することにしたの。それと今後の旅では宴の星の美しい夢を
より多くの世界に届けるために力を尽くすわ。もちろん全ての協力はある前提の上に成り立ってる。それはピノコニーが貫く調和の道が再びねじ曲げられることも、同じような悲劇が繰り返されることもないようにするということ。いいわね。が同意した以上、この件は片付いたようなものですね。残りの当主たちは、彼らもきっと状況を理解するでしょう。最後の質問をした時、オーディンが代表していたのはルーサン家だけではなかったもの。正式な会談はいつ開きますか？こちらで手配しておきます。あなたに任せるわ。これからの交渉も業務の引き継ぎも全部私は関わらないから。ジェイドさん、それは。この案件はもともとアベンチュリンが引き受けてきたもので、あなたは彼が指名したプロジェクトパートナーでしょ。あの子が遊びすぎなければ私が表に出てくる必要もなかった。違う？私が今日ここに来たのは、一番難しい問題の解決を手伝うため。あなたならこの案件を上手にまとめられるわよね、エレーナちゃん。もちろんです。ダイヤモンドさんにも大丈夫だと伝えてください。安心して、ダイヤモンドはいつだって私たちのことを信頼しているわ。あなたの仕事ぶりも伝えておくから、そう遠くないうちに P45 に返り咲けるんじゃないかしら。それにしても貴重石号、本当に素敵な船。やるべき仕事も終わった今、私も自分の趣味のことを考えるべきね。この飛行艇でもボーンショップ翡翠を開くつもりですか？だってこんな機会は滅多にないもの。この船の客層を見てみなさい。彼らからならきっと価値ある宝物をたくさん手に入れられるわ。じゃあ質屋は店主がいないと開けないから、また後でね、トパーズ。あ、待ってください、ジェイドさん。もう一つ聞きたいことが。なら何かしら。あの無知ですが、あれはどこから情報を得たんですか？私が情報を見つけたんじゃなくて、情報が私を見つけたの。それは調和の未来を案じる少女から寄せられたものだった。その代わりとして私も彼女のために何かしてあげる必要はあるけれど、それはまた後での話。私たちがピノコニーを去った後でも遅くはないわ。分かった？これが投資よ。チャンスの種は土の中に埋められていて、少し栄養を与えてあげれば根を張り芽吹く。私たちがすべきことは
辛抱強く待つことなの。ちょうど私が待っている最後のゲストもそろそろこの船に乗ってくる。噂が本当かどうか自分の目で確かめないと。